カタツムリの餌がヤバすぎる。カタツムリの口はヤスリのようになっていて、その口で物を削り取るようにして食べる。その歯の数は約1万本あるらしい。そんなカタツムリの食べ物は大きく2つに分けられる。1つは植物。植物の茎や葉、朽木などを削りながら食べる。飼育する際には人参などを与えるとよく食べる。もう1つは炭酸カルシウム。カタツムリの殻の主成分である炭酸カルシウムを摂取するために、ブロック塀やコンクリートをその歯で削りながら摂取する。ちなみによくセットで書かれるアジサイの葉っぱには毒があるため、実はカタツムリはアジサイを食べることはない。